ございます。 AKB48 ハルピョンこと橋本春菜です。おにぎりを食べます。眠いです。今日は5時25分に起きました。眠いです。そして9時半からレッスンです。レッスン中携帯絶対充電しとこう。おはようございます。眠いです。今日は9時半からレッスンをして、夜のまあ8時までなんですけど、終わるか分かりません。終わらないかもしれない。でも明日が投資なので、多分今日の夜は寝れません。これまでちゃんとやってこなかった自分が悪いです。そしてハルコンが終わっても公演のリハがあったりとかして、公演ほぼ新公演のリハで、新公演、ゆいりさんの今日誰公演、誰恋公演、なんて略すの、沼公演のリハなので、寝れません。毎日昨日そのリハスケが送られてきてたんですけど、見てびっくりしました。
わーってなりました。うん、そして今日、まあ、移動中に時間があったのでスケジュール帳、カレンダーのスケジュール帳にこうこの日レッスンこの時間って入れたんですけど、カレンダーが黄色で生まれました。はい、なんということでしょう。あ、黄色がお仕事なんですよ、私のカレンダースケジュール帳。そうなので黄色で埋まりました。しかも全部レッスンです。仕事とかじゃない、もう全部レッスン、まあ、レッスンも仕事だけど、そのみんなの前に立ってできる仕事とかじゃなくて全部レッスン。やばすぎ、すごすぎ、頑張れ。まあ、コンサート前って感じしますね。とっても。まあそんなもんなのかな、わかんないや、もう頭がバグってて、うん、でもまあステージ立つことは楽しいんで、そのためのって感じなんで頑張ります。黄色が増えることは嬉しいことですよ、スケジュール帳の、うん、お仕事が増えてる、まあレッスンだけど増えてるってことなんで。直吉さん、天使なんだっけ、クマエンジェルありがとう、ギャロさんありがとう、ありがとう。もう今日はメガネでレッスン出ます。うん、もう無理すぎてコンタクトつけるのももう無理すぎて。お弁当出んのかな、わ聞くの忘れた、聞こう。ご飯食いてください。私スタッフさんに、あの爪がこれだから KNB さん食料系ちょっと見栄え悪くなっちゃうんでなしでお願いしますみたいな、まあ言ってたんですよ。あ、昨日とあの富山で仕事をしてきたんですけど、そうすごい偶然じゃない、富山で昨日ちょうどお仕事があって、で昨日が富山ツアーの日だったんですよ。
めっちゃすごくない？だから昨日のピョンムービーは当時6年前に富山ツアーが行われたあの場所の入り口で撮ってきて、そうなんかちょうどなんかエモいなって思って、なんか本当はその外で撮ろうとしてたんですけど、でもめっちゃなんかラジオみたいな流れてたりとか、信号が青に変わりましたってめっちゃ流れてたからちょっとはずいなと思って、これって中入れんのかなと思って入ってみたら意外と入れたんで、そう入っちゃったんですけどそうチケットあるいるところの中には入ってないですよ、チケットが必要なところの中からの中には入ってないですけど、そう中入って撮ったんですけど、でもそうで KNB さんにそのご飯系ちょっと今爪がこのコンサートに向けてというかあれなのでちょっと無理ですって言ったんですよ、でスタッフさんに伝えておきますって言われたのに、 KNB さんに昨日聞いたら、え初めて知りましたって言われてそうでもあのご飯系じゃなかったんでよかったんですけど、そうだからちょっと次そのスタッフさんに会ったら、え初めて知ったって言われましたって言いますそう別に全然あの言えるタイプ、それ言っても別にあなんかえあってならないタイプの、そう怒りもしないしみたいなタイプの方なんで全然言っちゃうんですけどよかった。6年前ってシングルで言うとジャバージャーです。はい、あの AKB48 の中で初めて多分ファンの皆さんの前でジャバージャーを披露したのが私たちです。すごくない？ファンのあのもちろんあの音源の公開とか MV の公開もされてたのかな、わかんない、他のその曲自体の公開はもちろんされてたんですけど、ファンの皆さんの前でやったのは多分私たちが初めてだった気がする。違ったらごめん、違ったらマジでごめん。そうすごくない？あとはでもなんだかんだ私気づいちゃったんですけど、あ、そうでもなかったです。ごめんなさい、嘘でした。去年の3月のその日も、あ、でもどう、あれ？これ日がなんてこれ、あ、わかんないや。あれ？前乗りしてたっけ？あ、全然覚えてないや。うん。全然覚えてないや。でも、お仕事あれなかったんだ。全然覚えてないよ、やめよう、ちょっと分かんなくなっちゃった、うん、やめました。急にお腹にご飯突っ込んだからお腹びっくりしてる、やめよう、もう結構まだ食べれてないけど、日がなんは基本当日移動か、確かに泊まったことないわ静岡で。ちょっと半からレッスン、今日はハンドクリーム女になりたいと思います。ハンドクリームを塗りたくる女です。はい、ちょっと乾燥しないように。え、マジで全然違う、昨日 KNB さんで、そのそれこそまず KNB さんのお仕事なんで、あの富山に行くじゃないですか、マジで全然もう肌の乾燥が全然違います。東京パッキパキになるの、ここら辺とかめっちゃよれてた、
そうヨレヨレだったんですよ。で、あのメイクしたままそのあこなんでしたっけ、東京から富山に向かってもうそのメイクがもうパキパキに崩れてたんです。でもその日富山で、まあ、あの過ごして一日じゃない、ほんと何時間かちょっと過ごして、ふと鏡見たら同じもう東京からしてきたメイクのままの鏡を見たんですね。そうなんかもうパキパキやんと思ってたのに、なんか富山で見たらめっちゃ顔潤ってた。えやばい、えマジでもう絶対に都会には住まないって思ったうん、私東京にいるより富山にいる時の方が肌綺麗と思って、絶対に都会には住まないって決断した。自分の肌が綺麗な方が嬉しいから。花粉は分かんないです、私花粉症じゃないんで、ごめんなさい、ほんとすみません、なんか自慢みたいに聞こえるかもしれないんですけど、自慢なんですけど花粉症じゃないです。一種のアレルギーですよね花粉症も。本当に私はあの前にすっごいなんかもうアレルギーっぽさやばくてアレルギー検査をさせていただいたんですけど、もう全ての項目が 0% みたいな、0グラム、0なんちゃらみたいな感じで、あの杉とか花粉も調べてもらったんですけど0でした。私全然花粉症じゃありません、はいでも寒暖差とかはその検査ではわからないので、そうちょっと何とも言えないんですけど、そう私がわかるやつの検査の中で調べてもらったやつでは全然もう花粉ゼロでした、はい、ということで今日も元気に頑張りたいと思います。さてランキング読みます、もう始まっちゃうんで。15分できてよかった。1位直吉さん、2位鉄道ナイト、3位、ギャローさん、4位イバジュンさん、5位トシさん、6位クジノダイゴさん、7位エンドレッドアットピョンズさん、8位ディスクさん、9位ベベモンさん、10位ムジカナバナナちゃん、11位マックミックさん、12位コバさん、13位コニタンイミズさん、ありがとうございました。ということでありがとうございました。またいや多分夜はねもう明日の投資に向けて死ぬ気になってると思います。そしでももしかしたらでも何時にマジでこの今日のレッスンが終わるかが分かんないんで、ちょっと分かんない、もしかしたらなんか飽きたら配信するかもしれません。そして明日はもう本当に1日ほぼ24時間は嘘ですけど20何時間ぐらい本当にあの監禁っていう言い方悪いけど、あのこもりレッスン上こもり人間生活になってしまうので、ちょっと配信がいつできるんだろうっていう感じなんですけれども、頑張りたいと思います。それでは最後にランキングじゃない、いやそれでは皆さんありがとうございました。また配信できたらお会いしましょう。ありがとう、またね、バイバーイ。